インタビュー前。やばい、聞く側なの初めてやから緊張する。やっぱりすごく年上の方よりはなんか聞きやすいこととかもあるのかなとか思ったりもするので、あのいろいろ失礼がないようにあの聞きたいなと思います。いよいよご対面。こんにちは。よろしくお願いします。千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希投手。先日の完全試合も記憶に新しい日本球界未来のエースですが、実は2001年生まれで本田真凜と同じ20歳。同い年だからこそ話せる本音トークを引き出します。はじめまして、本田真凜です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、お忙しい中インタビューを受けていただくということで、私も聞く側が初めてなのですごく緊張してるんですけど、なんか何か言いにくいこととかがあれば、はい、全然パスで大丈夫です。まずは先日の完全試合について。今改めてどんなお気持ちですか？そうですね、完全試合できると思ってなかったので、できて嬉しかったなという気持ちと、シーズン序盤だったので、その後の結構、期待のされ方だったりプレッシャーがあるなっていう感じです。今シーズン好調の理由とかってありますか？なんかきっかけだったり、気持ちの変化とかそういうものがあったりとかしますか？そうですね、1年目2年目とこうトレーニングしてきて、去年からようやく試合でも投げて、試合で投げることに対して慣れだったりだとか、あとは体も強くなってきてパフォーマンスが上がったからかなと思います。意識してる同世代の選手とかおられますか？いないですよね。私ですか？はい。すいません、はい、結構ちっちゃい頃からあれですよ、有名。知ってますか？はい、ありがとうございます。僕の同級生みんな応援してます。ありがとうございます。はい。さらにサッカーの久保やゴルフの笹生などスポーツ界での活躍が目立つ2001年生まれの選手。佐々木が感じるこの世代ならではの強みとは？怖いもの知らず、はい、そこは思い切っていけるので、若いので失敗も許されると思うので、その中でこう思い切って、勝負できたりするところが、強みかなと思います。一方で本田が感じている世代間ギャップがあるそうで。割と上の先輩方とかだと、もう練習練習みたいな、がむしゃらにやるみたいなのが結構オフが大切な時とかもあったりとか、そういう風に変わってきてるのかなっていうのは思ったりもします。さらにここからは本田真凜が佐々木朗希の知られざる人柄に迫ります。幼い頃はどんな性格でしたか？人前に出るの苦手で、結構シャイだったんです、今もかもしれないですけど。だからなんか緊張した時とかにすることとか心がけてることとかってあったりしますか？緊張は今でもするので、そこはこう割り切って開き直って、試合でもするようにしてます。今年晴れて成人式を迎えた佐々木朗希、将来についてのビジョンもここで根掘り葉掘り。まず憧れの選手像は？尊敬してる方はおられますか？野球選手だとイチローさんとか尊敬してます。イチローさんのどんなところを？考え方とかもそうですし、こう成績でもこう本当にすごい成績を残しているので、そういったところが憧れますし、長い間現役でこうプレーしているところも本当にすごいなと思うので尊敬しています。メジャーへの思いとかってありますか？そうですね、レベルの高い、こう舞台だと思うので、そういった中でもプレーできるぐらいまずはこう日本で頑張りたいなと思ってます。
でもちょっぴり不安もあるそうで。海外あんま行ったことないので海外ってどうなんですか。食事とか好き嫌いとか多いですか。めっちゃ多いです。あ、じゃあやばいかもしれない。野球では行かれたことがない。韓国に1回だけ行ったんですけど。2019年アンダー18日本代表の韓国遠征では食べ物でだいぶ苦労したそう。韓国料理ほんとダメで、辛いのとか。そういうの辛いの、はい、キムチとか韓国料理全部ダメなんだったんで。じゃあもう最悪です。とここで佐々木から本田に逆質問。僕いいですか。はい。小さい頃からこう注目されて、うん、6月のマンスリー MC 本田真凜が佐々木朗希にスペシャルインタビュー。すると佐々木投手から逆質問が。僕いいですか。はい。小さい頃からこう注目されて、うん、こう大変だったと思うんですけど、注目されることに対してこうどう思うか。こう自分の成績以上に注目度みたいなのがこう上回った時に、うん、いろいろなんか悩んだりすることとかはあったりして。僕も今同じ状況です。続きは次週。佐々木朗希好調の秘訣、さらにプライベートなどなど。田舎で静かに暮らす、ね、あ、憧れます、ね、憧れます。はい、私も憧れます。たっぷりお届けします。お楽しみに。